フワンアルメーダ、フワンアルメーダ・ボスケは、キューバの政治家。キューバ革命の当初からの指導者の一人である。彼は、革命後のキューバ共産党内で著名な人物であった。彼が2009年に死んだ時、国家評議会副議長の職にあり、同評議会の第三位の地位を占めていた。彼はいくつかの勲章と国内外の賞を受け、その中には、キューバ共和国英雄称号と、マクシモ、 ゴメス勲章が含まれていた。アルメーダは、ハバナの貧しい地域に生まれた。彼は11歳で学校を中退し、盛んとなった。1952年、ハバナ大学で法学を学んでいる間に、彼は革命家、フィデルカストロの親密な友人となり、その年の3月には、革命運動に参加した。1953年、彼は、フィデルとその弟、 ラウル・カストロらと共に、サンティアゴのモンカダ平営を襲撃した。その失敗により、彼は、カストロ兄弟と共に逮捕、ピノス島の監獄に投獄された。彼は釈放され、1955年5月15日に、御社が下るまでの間メキシコに亡命した。アルメーダは、カストロ兄弟や、チェゲバラらと共に、グランマ号に乗って、キューバに帰還し、 上陸時のキューバ政府軍との最初の戦闘で多くの戦士が殺された時、わずかに生き残った16人の一人となった。この戦闘の間、アルメーダはゲバラに、ここに諦める者はいない。と叫び、それは長きにわたり、キューバ革命のスローガンとなった。アルメーダはまた狙撃の名手としても知られていた。キューバではかつて、アフリカ系キューバ人に対する差別が存在したが、革命の間、 彼は結出した地位にいる黒人として変化の象徴となった。上陸の後、アルメーダはシエラ・マエストラの山岳地帯におけるゲリラ戦によって、フルヘンシオ・バティスタ政府軍に対する闘争を継続した。1958年には司令官に昇進し、革命軍のサンティアゴ従隊を指揮した。1959年にキューバ革命が終結すると、彼は キューバ革命軍の将軍の地位に収まり、党中央委員会委員と政治局員に選出されて政府内で多くの肩書きを保持した。彼は革命指導者称号を授与され、死ぬまでの間にその称号を受けた3人の人物の一人となった。1998年、アルメーダはフィデル・カストロからキューバ共和国英雄称号を授与された。また、 国立キューバ革命退役戦士協会の会長となった。彼の関心は著作と作曲にも向けられた。人気を博した三部作、軍刑務所、脱出、上陸を含む数冊の本を出版し、作曲家としても私に一口が数年の間キューバでヒットした。2009年9月11日、アルメーダは心臓発作により死去した。彼を忍び、 9月13日に、ハバナの革命広場で式典が催され、他にもいくつかの式典が、キューバ全国で行われた。その日は、国民的な複物の日と宣言され、半旗が掲げられた。追悼式典には、彼の大きな遺影を見るために何万人もの、同国人が参加し、広場中に列をなした。式典は、国家評議会議長のラウール・カストロが、遺影の前に静かに、 ピンクのバラを捧げることによって開始された。2008年に国家評議会議長の職を退いてから公に姿を見せていなかったフィデル・カストロは式典には参列しなかったものの半世紀以上にわたる英雄的な勝利の抵抗における模範的行動を称える声明を発表した。また、フィデルは弟ラウルと共に花輪を送った。また、他の政府、 党の古参幹部たちも式典に参列した。いくつかの弔電が海外からももたらされた。ベトナムの国家主席、グエン・ミン・チェットはラウル・カストロに弔電を送り、アルメーダを両国関連体に貢献したベトナム人の偉大な友人として称えた。ボリビアではペレド兄弟財団が同様に敬意を表した。コロンビア共産党初期長のハイメ改正ボもまた弔意を述べた。 さらに、エル・ボレロク・バーノと題するアルメーダの歌集が初めてロシア語に翻訳されることになり、モスクワでも音楽的に尊敬を得た。アルメーダは自らの遺体が清掃安置されることを望まなかった。彼は軍曹とされ、彼が革命の間戦っていたサンティアゴ近くの山の霊廟に埋葬された。ありがとうございます。